真っ暗や。ほら上結構星出てるんですよ。あ、ほんまだよ。普通に。あ、ほんまだ。あったあった、オリオン座だった。いやー楽しみだな。天気良さそうだし。ほんまよね。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、マネチャンネルです。今はですね、5時半、ほぼ夜ほぼ夜、ひなみると一緒に九州遠征ですよ。まあ殴り込みですわ、大分に殴り込み、殴り込み。まあでも意外と気温自体は覚悟してたより楽だ。めっちゃ覚悟してましたからね。うわ、指先が結構ふわっと寒くなってきた。なんか急にちょっとあそこさっきのとこから冷えましたよね。気温が下がった気がする。そうだよね。あ、後ろが明るくなってきた。お、ほんとですね。うわ、寒くなってきた。なにこれ、寒いんだけど。やべ、人生初グリップが出た。おあ、どうやって使うのこれ。あ、ついたついた。ついたよ。あったかいですか、やっぱ。わかんない。グリップヒーター、でもすごい気になるな。なんかどうでしょう、ちょっとあと降りた時一瞬触らせてほしい。なんか、暖かくなってきたような。なんか強さとか選べるんですか。うん、選べるみたいなんだけど、多分緑色だから一番低いんじゃないかな。あ、ちょっとあったあったかあったか、まあ、やっぱりだんだん暖かくなるんですかね。うん、だんだん来てる、だんだん。すげえ。あ、暖かくなってきた、マジで。あ、てかそろそろだ。あ、もうそろそろ。あ、700m、あっぶれあっぶれあぶれ。おい、次は右に曲がるのね。オッケー。あの阿蘇が中まで入るかどうかがちょっと悩みますよね。ねえ、車線で走りたいよね。どこら辺まで OK なんだろう。なんか行けるみたいでしたけど、うん、なんだったっけ、河口2キロ圏内が立ち入り禁止になってて、草千里は河口3キロ結構河口に近いんで、うん、灰とかめっちゃ積もってそうですよね。あ、ほんまよ。バイク汚れるじゃん。そう。寒かったね。ちょっとグリップヒーター切ろう。どうやって切れるの。これを切れたのかな。やばい、このガソリン廃屋180円に。え、179円。マジ広島安かったじゃん。え、もしかして大分もっと高いんかね。いや、ありえる、ありえる。阿蘇とか九州の方はありえますね。そうね、結構近いじゃん。ん、そうなんですよ。もう着くの。ちょっと出る時間早すぎたかな。本当だ、高速割とスイスイだったもんね。あ、フリー乗り場。あ、本当だ、本当だ。ヤフーさんがね、もうちょっと先で曲がれって言ってるんだけど、もう時々失敗するんだけど、ヤフーに下がっていい？大丈夫だと思います。ほんま？こう言って結局こう曲がるかな。あ、そうかもね。この交差点で曲がれって言っとんだけど、結構ちっちゃいんだけど、毎回迷うんですよね。九州行くときはこっち？九州行くときはフェリーで最近行くんで。へー、鹿児島とかそっちだったらもうフェリーかな。うん、うわ、フェリーとかすげえ、何年ぶりだろう。ここ？ここ？もういますね、人。ほんま？あの後ろに並ぶ感じかな。大分行き。女の人だ。女の人だ。よし、じゃあ受付を。受付をしましょうか。そうか。先に処方箋持ってるね。何だ見て、先に処方箋。大丈夫、大丈夫。あ、マジ？1000cc で、1000cc で。なるほどね。5500円ぐらい高くなるね。6R より。なるほどね。はい、企業なんだね。はい、どうも。あ、右側ね、こっち側ね。どこ行く。うわー、怖いだよ。久しぶり。うわー、
よ、雲が。ねえ、いや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 。いや、これで朝走れる。やっぱ早起きしてよかったですね。よかったよ。頑張って4時、5時に起きた甲斐がありました。私の3時半に目が覚めとった。遠足前の小学生。左に出る感じ？はい、そうです。おー、来たー、すげー。来たー。でもあったかいね。あったかい。あー、これはもう今日最高のツーリング日和、本当に。本当だー。民家したっていう阿蘇へこれから向かって山並みを走りますよ。阿蘇へ一つ飛びですね。すげー、もう九州来たもんね。もうここから先は楽しい道しかないですね。ないね。この天気で阿蘇に行けるっていうのがいいですよね。もう一番いい時期じゃないこれ。一番いい時期ですね。オレンジロードって書いてありますね。あ、本当だ。ね、でもね、残念ながらオレンジロードに入らないらしいよ。入らんのかい。これまっすぐなんだけど、曲がった方が良さそうなんだけど、大丈夫なんこの道。九州に住みたいなとも思うけど、まあ広島からね、この時間ですぐ来れるっていうのはいいですよね。うん、いや、これぐらいで来れるんだったらちょっと九州近い感じがしてきたですよね。うん、だって日帰り行けるじゃん。確かに。今回さ、チナミルが行くって言ってこの船のルート教えてもらえなかったら、もう来年から行かなくて行かなかったね。地層は1回ぐらいでいいかなみたいな。そうそう。これでもうずっと阿蘇まで行けるっていうのが素晴らしい。素晴らしいね。ひたすら感動。まだ10分くらいだけの走り。それな。でもなんなんこの木、いい道は。もう車いないし、危ない、ほんと自制し。こっから先ヘアピンっすよ。これがすごいヘアピンらしいよ。ほら、なんか膨らんだもんね。あー、なんか、ね、おー、これはこれやべえやつよ、ほら。あ、ほら。ありがとうございます。この辺急に秋の雰囲気を漂わせ始めましたね。うわー、綺麗。なんだこりゃ。あ、これ、あれなんじゃない、もしかして阿蘇とかってすすきがすげえんじゃない、すごい綺麗なんじゃない。すすきは間違いない。ねえ、なんか向こうに街見える。あれが別府。私さ、運転のムラがあるからきつかったら言ってね。あ、はいはい、大丈夫ですよ。ムラってなんですか。なんかこう速度落としたり早めたりっていう。あ、それは なんてなんですかね。なんてっていうか、多分私の気分だね。なるほどね。そう、すごい気分屋だからさ。まあ同じタイプなんでわかりますよ。あ、本当。え、これって B 型あるあるでいいか。いやー、 B 型あるあるだと思う。マジか。なんか急にスイッチ入るときありますよね。ある。めっちゃある。ラケは多分ね、一人で走る方が楽なんだったりするんだよね、きっとね。あ、わ、うん、かる。でもそれは、うん、だからまあ私は自由に。それは間違いない。間違いないっすよ。なんで山がさ、こう低いの全部。広島と違ってなんか、なだらかだよね。なだらかですよね。うん、本当だ、無料って書いてある。本当だ。待って、別府はまっすぐ、まっすぐ、まっすぐって書いてありますよ、床に大きく。本当。マジ。まっすぐだった、よかった。めっちゃ別府って大きく書いてある。めっちゃ降りながら、え、まっすぐまっすぐ。あ、ごめん、今ちょっとコンタクトないからかな。 0.8 じゃ見えないですね。やっぱ 0.8 じゃちょっと見えなかった、あの日は。あれがだから鶴見岳じゃないですか。え、違うかな。え、そうなの。目の前、これはあの麓を通って抜けるんじゃないかな。ま、うん、っすぐの道ってすげえな。結構いいな。お、なんか街感出てきた。だけどこう背の高いと、こうなんか建物はないんだね。確かに。というかさ、はい、本当に山がさ低くて空が広いね。広いですよね。いきなり海。あ、ほんとじゃん。うわ、なに、すごいね。マミさん、噴火してますよ、あそこ。うわ、いたやん。
やあれ工場やん。あれ工場か。工場やん。びっくりした。ほんまじゃん思ったよ。いや、ほんと山が低いな。低いんかな。いや、空が広いですよね。うん。山が迫ってないよね。うん。ガソリンがないと怖いタイプだね。あー、結構まめに積むんですね。そうなんよ。私結構ギリギリでどこまで行けるのか試したくなってしまう。マジでリザーブないのに。リザーブないけど、嘘。エンプティのマークがどんどん5メモリぐらいあってどんどん減ってって、最後は全部がこうピカピカ点灯するっていうのが最後。マジで。そこになるとめっちゃハラハラする。いや、もう着いた時点でハラハラなんだけど私。あ、ほんまだ。え、あれかな。あ、なんかおる。おる。何がおる。おる。スクーターよ、スクーターよ、スクーターよ、スクーターかはわからん。どこどこ。え、あの奥じゃないですか。こっち、こっち。あー、あれだ。おー、こっち。はじめまして。はじめまして。はじめまして。ごめんね。うわぁ、うわぁ、今最初 YouTube 会うのがマメちゃんになると思わなかったな。ほんとネコカツさんかと思えたから。やった、ネコカツさん超えた。キマルちゃんにステッカー。あー、そうそう、ステッカーだね。ふぅ、待って、すごい。俺、今日バンダンが来るんかなと思って、最初から。あー、じゃあ、仕事。あ、あいつ、うわぁ、おめでとう。マジで。え、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれあげるよ。広島のラベーグル、有名なところで私がいつも行ってるとこ。一応言っとく。あ、すいません、ありがとう。有名デパート。撮ってるけど大丈夫な。あ、いいよいいよ。ほんま、どんどん世界に広めて。マジで。ほんまだ、かっこいいじゃん。歌でも飲みます、いっぱい。おごります。いやいや、いいよいいよ。うん、それだけで可愛いってばやるか。可愛いって寒いっすよ。マジで。マジで。マジで。水が、水が違う。水が違う。あ、水が違う。違う。マジで。いい音するね。うん。うん。だ、バクルヒートじゃ。ありがとうね。ありがとうございます。じゃあ行きます。あ、これすごい絶景。うわー、何綺麗。え、すごくない。すごい、すごい。これが山並み背景。すごい、いい感じのローソンにやっぱ設定してくれてたんですね。ほんまだ。うん、あの子すごい気が利くわ。いや、なんかどんな人なんだろうって結構ずっと思ってたから。でもいい子だったらちょっとキャラが、キャラ崩壊が。なんかね、すごいまっすぐに山に続いてんだね、これ。すごいですね、山に入っていくぞみたいな。ねえ。あ、あっこら辺とか、うん、湯煙出てますよね。え、そうなの、これ、あ、ほんとだ。これ、え、ほんとだ。これ温泉の湯気なの。温泉の湯気。マジか。